有害物質ロウ化学物質薬品を使わずに熱と超音波で蚊による痛みを対策できる魔法みたいなペンを紹介します。重さは 40g 約 14cm 2.5cm とても軽いです。持ち運びも便利です。無薬剤無化学薬品、こちら虫刺されによる不快な痒み、それにより引き起こされるストレス、この痒みペンは蚊、ハエ、アリ、ハチなどによる虫刺されによって引き起こされる痛みや刺激を中和するように設計されています。薬剤や化学薬品を使用せずお子様でも利用することができます。気になる効果について、かきむしることで皮膚を傷つけたり炎症を引き起こしたり傷跡を残したりすることを避け、痛み、刺激、痒みを効果的に和らげることができます。熱パルス技術により皮膚を加熱して蚊などに刺された時に注入される唾液タンパク質を破壊し、非化学方法で痒みを素早く緩和させます。使い方は簡単。1番、上下矢印ボタンオンオフボタン、こちらを長押しで電源オン、レベル1のインジケーターが点灯します。上下矢印ボタンを短く押すことによってレベルを1つずつ上げることができます。こちら円ボタン、こちらのボタンを押すと動作がスタートし30秒で動停止します。じんわりあったかいですね。途中で止めるときは上下矢印のボタンを長押しすることで止めることができます。こちらの金属チップを入るところに押すだけ、熱を出している時に辺先端が赤く光ります。でも分かりやすいです。4段階調温、こちらのペン4段階温度調整ができます。それぞれは40度、43度、46度、51度。充電について、付属のタイプ C 充電ケーブルで満充電すると約300回ほど利用することができます。充電時間は3時間、使用期限は充電式なので一度買えば繰り返し使えます。いかがだったでしょうか。山、ガーデニング、スポーツ、キャンプ、旅行などアウトドアなどに幅広い用途に最適です。ぜひ興味がある方は商品をご覧ください。